皆さん、こんにちは。マーケットライブの時間がやってまいりました。本日の講師は楽天証券 FXD リングの荒地です。どうぞよろしくお願いいたします。なお、この動画が気に入りましたら、いいねボタンとチャンネル登録をぜひよろしくお願いいたします。では、早速本日のマーケットを見てみたいと思います。現在、ドル円は147円50。ユーロドルは1.0845。ユーロ円は160円ちょうど。 5ドルは0.65875ドル円は97円の18。このようなレベルで現在東京マーケットで取引が行われています。ドル円はですね、今週は大きなイベント、日銀会合があったんですけれども、ドル円の動きとすると、そんなにディレクションが出ているという感じではないです。チャートを見ながら、今週の動き、今月の動きを振り返ってみたいと思います。 はい、えー。これはですね、ドル円の冷やしのチャートなんですが、少し長いところから、えー、レビューしていくとですね、去年からずっと見るとですね、ドル円は昨年1年を通してドル高円安が進んで15、151円の91銭でピークアウトして、それから円高に動きました。で、今年のですね、ドル円の円高の水準、 最安値と言った方がいいですかね。円の最高値は1月の最初につけた140円の79銭。そこから1ヶ月もしないうちにですね、148円の53銭までドル高円安に、まあこれはリバウンドと言った方がいいんですかね。反発しています。ちょっとこの動きはですね、ちょうど1年前も 2023年は円高だというふうにみんな考えてそのままリバウンドして結局このところですね15、151円台まで戻ってきたということなのでまあ去年129円、今年140円からこのままリバウンドするということになれば160円ぐらいまで年末円にかけてですね、ドル高円安が進む可能性もあるわけなんですがまあそのような感じで今年も行くかどうかということが ちょっと、えー、見通せないんですが、少しそのドル高円安、今は確かにドル高なのか、それともドル安なのかということの判断基準、イメージというか、ですね、スタンスを考える上でのチャートポイントを見てみたいと思います。それがこれですね、これ単純なんですけれども、えー、非常にワークします。これはですね、今年。 2024年の安値140円の7級と2024年の高値148円の81銭。今日までの段階ですね。その中間のレベルが144円の80ということになります。ですので、月間を通して見た場合、この144円の80というのが基準になると。今147円ですので、これよりまだだいぶ上の水準にあると。 ですので、今月のことを考えると、ドル円は上下はしているけれども、まだドル高、円安のレベルにあると。逆に言うと、まだ底堅い、上を狙う水準にあるということは言えると思います。今後ですね、まあ、来月になって、この144円の80、これがブレイクしてくるような形になると、一旦今のドル高の勢いがストップして、 ニュートラルから少し円高に加速する可能性もあります。あるんですが、今のところは147円ですので、まだ上のレベルにあると。円安、この高値148円、149円近くを狙うエネルギーがまだ残っているということが言えます。で、これが1月の高値と安値を比較した場合の50%ですね。で、今度はもうちょっと短く、今週の水準というのはどこなのかと。 今週はですね、148円70が高値で、146円の64銭。これが今週のこれまでの安値です。その中間50%が147円の67銭。つまり、現在のドル円の水準が、このちょうど147円の60近辺にあるということですね。ですから、 今週で見た場合、今のドル円の水準というのは全くニュートラルな水準にあるということが言えます。別の言い方をすると、日銀会合で上田総裁が今後利上げする可能性があると。マイナス金利を解除するという可能性に触れたにもかかわらず、それだけ円高が進んでいないということは、まだまだ この中立の水準にあるんですが、このイベントを経過した後でも中立、この147円台にあるということは、ドル円のですね、買、え、い、ー、の威力というのがまだ強いのかなというようなことが、この水準から言えるわけです。まあ、別の見方をすると、今はもう全く中立の水準にあるんで、来週のイベント次第で、どちらにでも動きやすいレベルにあるのかなというふうに思います。で、来週はですね、 FOMC、これは非常に大きなイベントがありますね。その後に雇用統計もあります。特に FOMC は、来週の FOMC は政策金利の変更はないんですけれども、3月に果たして FRB が利下げするかどうかということに対するヒントをパウエル議長が言うのではないかということで、マーケット非常に注目しています。今の感じとしますとですね、 マーケットすると、えー、そういうふうに言うんじゃないかと、3月に利下げをするんじゃないかというようなことがですね言われているんですけれども、意外とパウェル議長はですね強気で、そんなことはないよということで、利下げはあるとしても6月以降、あるいは7月以降になるというようなことを言った場合には、先ほどまだこの中立の水準から148円の後半を、あるいは149円を来週、 トライする可能性があるかと思います。まあ、いずれにしても今はニュートラル。147円台中間の水準でニュートラル。来週の FOMC、そしてその後の雇用統計でもっとディレクションが出てくるのではないかと期待したいと思います。はい。えー、ということで今週は以上です。この動画が気に入りましたら、いいねボタンとチャンネル登録をぜひよろしくお願いいたします。それではまた来週よろしくお願いします。さようなら。